Hey! Hey! ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。でもしんのすけは背が足りず、ドアノブに手が届きません。どうやらドアが開かないようです。一体どこにつながっているのかな。もう夕方、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。いただきます。いただきます。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うふい。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。声声かけたぞ。野原家が居候しているヨヨコの家では、夕飯が終わる時間になると風に乗って女性の声が聞こえてきます。隣の住人青山ハタが子供たちに本を読み聞かせているのです。今日のお話はどうでした？楽しかった？お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの、しんのすけ。ふふい。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふふー、ねえねえ、夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。かっこいいだろ。私はキネ。綺麗な音色という意味だって。この名前素敵でしょ。餅つきのキネじゃないから。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。その時、しんのすけは思いました。風間くんとねねちゃんにそっくり。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は女の子でした。名前はエル。体の長さが人の10倍以上もある、とても大きな生き物です。若い女性らしく、手足を大きな花びらや気の利いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると怖がられ、美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのです。なんてかわいそうなエルでしょう。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の祖先が川に落ちて溺れていたので、エルがその長い首を伸ばして彼を川から助けると、周りに仲間の恐竜たちが集まってきて、口々に彼女の長い首を褒めました。誰になって3つくらいいいところはあるものです。それ以来、彼女はその長い首が目立つようにちょっぴり工夫して、大きな花びらや気の利いたシダ類の枝で飾るようにしたところ、ラプトルも羽毛恐竜も何も言わなくなりました。エルは自分に自信が持てました。なお、これは首を長くして待ちましょうというお話ではありません。彼女は遠い未来にプラキオサウルス
と名付けられる恐竜の仲間です。うん、どう？面白かった？もう一回読みますか？その恐竜は女の子でした。名前はエル。体の長さが人の10倍以上もある、とても大きな生き物で、うんうん、若い女性らしく、手足を大きな姿や、血を引いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると言われる。美しい猛恐竜たちには地味だと言われていたのです。これがヨヨコちゃんの夜の日課。毎晩毎晩とても感動的なメロドラマを見て、彼女は泣いているのです。とても大きな生き物です。若い女性らしい、手足を大きな花びらや気の利いた美しいシダ類の枝で、イエーイ、ふいふい、ふいふう、イエーイ、どうやら扉が開きません。どうすればいいのかな。
ふうふう。ようこそ。帰る時間でござるぞ。あらゆるニーズにお応えする楽しいライスな商店街。おやすみなさい。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸。